シリと一緒に百年一首大納言金刀五十五首。滝の音は絶えて久しく、なりぬれどなこそ流れてなほ聞こえけれ。滝の流れる水音は聞こえなくなってからもう随分になるけれども、その名声だけは流れ伝わって今でも人々の口から聞こえていることだよ。滝を作者になぞらえて、作者が亡くなった後も名作名歌を世に残したい、そんな志の歌、百年一首そのものなのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。応援をよろしくお願いいたします。